リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントとルフ様でございます。はい、この子はマックスのトレンパアルビのね子になりますが、ルフ様でございます。最近ね交尾を確認してその後産卵床とかをね今作って今置いていて、でケージのねレイアウトをどうしようかなというのを悩んでいて動画を回してます。まあ、ケージレイアウト自体はねそんなに悩ましいところではないんですけど、ロペごめんね。あ、こちらは、マックスノーの子の、ロペ様でございます。2匹ともおとなしいペアの2人でございます。よいしょ。いつもですね、こういう感じで、シェルターを置いていて、でこれがお子さんたち用のところですね。でシェルターの下に、ヒーターがね、来るように設置をしてるんですけれども、今何を悩んでるかっていうと、この辺にね、この子たちうんちをするんですよ、今、現状。なんで、うんちをね、ここにしても大丈夫なように、何か置物を入れようかなっていう風に考えてます。で、今産卵床を入れてるんで他のオブジェ抜いてるんですけども、ほんと水入れと産卵床と、シェルターだけっていうシンプルな形ですね。ちょっと物が大きくてなんともあれなんですけど、でちなみにこの子ね確認するとちゃんとブリブリですし問題はなさそうって感じですね。あと1週間ぐらいで卵ができて産卵するかしないかぐらいかなってところですね。早いと2週間、遅いと1ヶ月から2ヶ月ぐらいは卵持ったままっていうことだったので、で今産卵した時用のねものも用意は終わってて、でテストもして、30度をね確保できるような状態は作ったんですよね。物としてはこの下にヒーター引いて上にもヒーター引いて両方から温めるっていう形なんですけど、で今悩んでるのはこの子のたちの今後のケージ。今はとりあえずそこに何も置かずでいいと思うんだけど、今後まあケージを元にいつものね構造に戻す時なんですけど、畳を手前に置きたいんですよね、こういう感じで。でないよ。でこの真ん中くらいにこういう感じでね和傘をねレイアウトとして入れたいんですよね。ちょっとここだと取りにくいね。いつも通りのごとく急に動画を回してるんでね、画角とか気にしない状態で撮ってるっていう、まあいつも通りでございます。こんな感じね。でここに水入れがあってってなると、奥のあの部分にね、奥のここにね、まあタッパじゃないですけど、今手元にあるいい大きさったらこのタッパなんだけど、こういうタッパを置いとくと、そこにうんちをしてくれるのかなっていうのをちょっと考えて、どうなんだろうね。まあ将来的にはこういうケージになる予定なんですよ、私の中ではね。横から見るとね、まあ、水置きはもうこっちでもどっちでもいいんだけど、こっちの方がいいかな。シェルターの中が見やすいから。でもう和風な構造にしたいなとは思ってるんで、まあ、こんな感じの構造にはなると思うんだけど、あのタッパーだと大きすぎるのかな。もうちょっとちっちゃくていいのかな。正直うんちをしている箇所でいくと、ここの上から見るとこれくらいなのね、サイズ的には。だからこれの横に入んないんだけどさ、ここ分ぐらいでいいのね、正直置き方としては。これくらいの四角い何かが置けると、そこにうんちを置いこうしてくれるかなと思ってるんですよね、うんちのする箇所でいくとね。考えるとそれぐらいがいいのかな。ち
ょっと悩ましいところなんですけど、どうしようかな。ま、あの畳とね水入れと、まあ和傘はね別にこれ本当にオブジェ専用なんで、特に何かあのこの子たちのところに入れてるからっていいことがあるかったらそういうことはないんだけど、にはなるんだけど、こういう感じかな。ちょっとあのうんちの部分に何かね置いといてあげて、うんちをしてくれることを祈りたいですね。ちょっと産卵床一回入れるよ。ちょっとケージレイアウト戻すから。よいしょ。産卵床はねほんと1個だけ作りました。まあそれでいけるでしょうというところですね。いやー、どうやって管理していくといいかな。いやまあね、人工芝なんて洗っちゃえば OK だから、別段ね何かそのトイレになる場所を置く必要性もないじゃないんだけどね。どうしようかなっていうとほかこの動画にはね、答えがございません。本当に私の感想をね今言ってるだけになるんで、トイレを入れるかどうかっていうのをちょっと悩んでおります。試しにねこのタッパーをここの奥に入れてみて、このタッパーの中にうんちをするようだったらまあそれでいいのかなっていうところ、まあ掃除がしやすいっていう意味でね、あの本当に入れるか入れないかってところなんですけど、あとはねこのタッパーだとでかすぎるんだよな、そもそも論ね。そっち行かないよ、そっち行かないよ。あなたケージというかシェルターに戻ったら、これシェルターに戻ったら、うん、そうそうそう、2人で仲良くシェルター入っとき。はい、ここの夫婦は仲良しです。ほんとクーリングとかしないでも交尾しちゃったからね、それぐらい仲良しのお二人ですね。喧嘩もないしね。いやこれだとちょっとでかすぎるな。あ、サイズ感でいくとこれくらいのタッパ、横幅はこれがちょうどいいね。うん、横幅このサイズで、横幅ねこのサイズで、3センチぐらいのなんかトレイみたいのを奥に置いとくと、そこがうんち入れというかうんちしてくれる場所になるのかな。まあ実際試してみないと何とも言えないし、今そのものがないから試しようもないんだけど、うん、ってところでございます。で子供たちが生まれた方も子供たちのものを置いて、こうお水置きを入れてっていう感じの、こんな感じのレイアウトになる予定。子供が生まれたらの話だけどね、そこもうまくいくかどうかはちょっと何とも私もわからないのであれですけど、まあただ今子供生まれてないし、ここに関してはあの基本的に一旦孵化装置になるので、はい、ここにね、奥にヒーターがあるんでお水入れ、ヒーターでね水を温めていただいて、で水蒸気でね中を温めながらっていうところですね。こんな感じになります、孵化装置はね。どうしようかな。あ、てかレオパゲル一回冷蔵庫に戻さないと。よいしょ。冷蔵庫というかね、ここのコケリウム兼、ワインセラーの中にね冷やしておいておきましょう。悩ましいところですね。まあそんなに悩む必要性もないっちゃないんだけどね、うんちなんてしたらただ片付けりゃいいだけだしね、しかもモモンガちゃんたちっていうのはねそういう風にしてるわけだし、下にあのうんちの場所を覚えるわけじゃないんでね。あら、パッちゃん出てきてる。あの普通に下にポタポタ落ちるだけなのでね、あれですけど、それで考えるとな、わざわざそういうことをするまでもないじゃないんだよな。どうしようかなというところですね。悩ましいところ。うんち置きがでもできると
かなり清掃がしやすい。うんちの場所がね一定だからね、うん、そうしてみようかな。なんかいい器とかいいサイズのものをね見つけたら入れてみようかなと思います。というあんまり答えのない動画でございました。ちょっとうんち入れ入れるか入れないか、うんち入れというかね、うんちしても大丈夫なトイレ的な場所をね作るか作らないかというのを悩んでいましたよという動画でございました。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録高評価、そしてツイッターなどね SNS のフォローお願いいたします。過去にたくさん動画も上がっておりますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上ピントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。